いや、お尻をかきながら燃えている。ほい、ということで、今回も、お、なんだ？おー、アスムー。めっちゃハッピーな格好しとるね。お、やった、やっと。もう男の子、女の子、両方ね、生まれたけん、どっちも嬉しいで。おー、男の子。めっちゃパッチリしたお目目やね。ユニポンちゃんにやね。イメージ通り。それはもう自然に任せてしまおう。あ、でもお父さんには似い方がいいかもよ。アスムの名前、私の名前と混じってつけとるやん。間違えとる。え、いいね、いいね。ユナ？ほぼ私みたいな名前になったけど。見守りよ。アスムとユニポンの間にユナが生まれました。やったね。おお、またお呼び出しが。またしばらく忙しいぞ。ほいほい。子守かな。あー、もうめっちゃ泣きよる。ほいほいほい。ユナの子守を引き受けますか。ほい。ありがとうございます。もうなんか名前が近いけん、私の分身みたいな感じやもんね。ユナのそっくりさんだよー。ねえ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 。ほらほらほら。泣きやんで泣きやんで。泣きやんで。ほら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 。お、今ちょっと一瞬キラーンって。一瞬キラーンって。泣きやんで。ああ、これは諦めます。早くあげろよ。ごめんね、ご期待に添えず。頑張って子育て。難しいね、子育てって。実用品、モビールをもらいました。ありがとう。モビールってさ、いつも思うけど、発音の仕方がわからんないけど、モビール？モビール？わからん。まず、モビールが何かがよくわからんもんね。ほい、それじゃあ。ねえ、なっちゃん燃えてるよ。なんかすげえ怒ってる。怖い怖い怖い。キングも。どうした？何？よっぽどのことがあったの？いや、お尻をかきながら燃えている。待って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 。怒りが半端ない、怒りが半端ない。怖い怖い。キング入るよ。ちょっと鎮火してね。大丈夫？なになになに、もう音楽が違うんだけど。いつもと違うんだけど。大喧嘩しました。何が原因になったらそんなことになるの？仲直りして。今はどうしようもなさそうです。そっとしておきましょう。そんなことがあるの？大喧嘩だって理由すら教えてくれないんだけど。悪くないって言い張るし、そっとしておくしかないの、これ。ね、何かを与えても無駄？なんか甘いものとか食べようよ。かき氷でちょっと冷やしてみたらどうかな。いただきます。うん。なんか熱で溶けそうなんだけど、今にも。どう？まあまあ美味しかった。この状況でまあまあは全然ダメだ。なっちゃんとこ行こう。なんかすごい戦いの音楽みたいなの。普通に座ってても燃えてるわ。火事じゃない？なっちゃーん。ねえ、なっちゃんも？うわー。抑えて、抑えて。どうしたのよ？何が起こったのよ？仲直りして。うわー、お互いに引かない。お互いに引かないよ。こんな時に超大好物とかが分かっとったらね、なんかどうにかできるかもしれんねえけど。どうしよう、何がいい？ポテチとかじゃダメよね。洋梨、ヨーグルト、マフィン。ホットケーキでちょっと機嫌とか治りませんかね。どうぞどうぞ。どう？
あまあまあだまあまあだ。あれかな、ちょっとさ、お風呂とかでさっぱりしない？ほらほら、ちょっとお風呂入ってきなよ。ね、落ち着いて落ち着いて。よかった、お風呂でまで燃えてたらどうしようかと思ったけど、そこは平気なんやね。さあ、これでさっぱりしましたとか。うおー、してないしてない、さっぱりしてないよ。いや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 、燃えてる何もさっぱりしてない。こういうことも起こるもんなんだな。うわー、そっとしておこう、そっとしておくしかないらしい。ほい、それじゃルキアくん入るよ。どうもどうも。俺たちに興味なくなったんですか、アユナのそっくりさん。そんなことはないよ、まだね。まだ機械を変えてから全体を回ってるわけじゃないから。お腹すいた。ほんとね、いやーもうさっきのを見てしまったからね。ちょっと動揺が半端ないんだが。どうぞどうぞ。美味しい？お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。お礼にこれもあげます。もうなんかこういう普通のトーンが癒されるわ。実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。気がつくと早足になっています。あ、でもそういうことあるよ。一人で歩きよったら特に。友達と歩きよってもかもしれんけど。いいね、いいね。うん、こういう音楽でいいんだよ。そういう音楽でいいんだよ。ほい、てっちゃん入るよ。準備運動中っすか。なんの？アユナのそっくりさん、とっても久しぶりですね。お久しぶり。くしゃみが出そうで出ません。お、そこは私の出番だよ。手伝う、手伝う。くしゃみ、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。はい、集中的に鼻を包み込むように。お、来い。おっしゃい。すっきりしました。私もすっきりした。ありがとう。ありがとうございました。いえいえ。てか思ったけどさ、てっちゃんもなんか部屋結構殺風景よね。お、実用品旅行券をもらいました。ありがとう。こんな時間からもう暑いですね。今日も暑くなるのでしょうか。でも今日は結構曇っとるけん大丈夫かなって感じ。てか最近ね、夜とかは結構涼しくなってきたよね。ねえねえ、てっちゃんもさ、なんか家、部屋変えようよ。お花見、ガレージスタイル、ガレージスタイルだ。まるでガレージのようなこの部屋。車が好きで好きで、寝食を共にしたい人に。なんかおるよね。あの部屋にさ、車じゃないけど、部屋にさ、バイクとかチャリとか飾っとる人おることない？すごいよね。見てく見てく。あ、なんかすごいね。ガレージ風。これは何？飾りなの？アルバムでも部屋を見ることができますよ。アルバムでも？マジで？へぇー。急にどうしたん？そんなアドバイスくれてありがとう。うん、なんかこういう個性的な部屋っていいよね。ん？なんか一瞬その辺動いた気がした、気のせいか。大事にします。大事にして、大事にして。あ、でも、彼女のモカタン的には可愛い部屋が良かったかな。でも自分の部屋可愛いけん大丈夫よね。お、早速来てるじゃないか。全然部屋なんて何でもいいのよって感じ。ほい、それじゃあチータンくん入るよ。しばらくそっとしとったら、キングとなっちゃんは平和になるんかな。そんなことないよ。お腹が空きました。お、お腹空いた。ね、それじゃあ、アユの塩焼きをどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？美味しい？お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。そう見えて、昔は結構、やんちゃしてました。いやでもなんとなく今もやんちゃしてそうな感じに見えるけどね。
なんか何がどうっていうわけじゃないけど、なんやろ。肌が焦げとるけんかな。なんか、ねえ、いろんなとこ遊びに行ってそうな感じするよね。そういうやんちゃじゃない？むーちゃん入るよ。おー、入れてねー。むーちゃん。むーちゃん入るよ。あ、寝てたわ。夢の中にお邪魔します。お、これは、これはだるま。だるまじゃなかった。ん？は、これさ、全部をこう、そう、全部上がらないのか。はい。いっぺんにはできんのやなぁ。最終的に捕まえれるとかそういうことはないんか。どういうわけか、ハムスターセットを拾いました。あの夢からハムスターセットっていうのは一体どういう？アユナのそっくりさん、とっても久しぶりですね。お久しぶり。ハムスターセットニューってなっとったけど、あれかな？ケイ君が来とるやつかな？お腹が空きました。お腹空いた？ね。牛丼でもどうぞ。ほい。いただきます。どうぞどうぞ。どう？美味しい？結構美味しかったようです。おー、よかったよかった。結構がっつりだな、好物見たら。お、実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。人前に出た時の私は、きっと輝いているはずです。いいね、いいね。人前に出たら逆に緊張してなんか縮こまってしまう人とかおるもんね。私、小学生の時とかなんか、前に出て黒板に文字書くのとかめっちゃ震えよったけど、中学ぐらいから全然平気になったわ。スラスラ書くようになった、普通に。タオくん入るよ。超久しぶりです。お久しぶり。また会えて嬉しい。私はいつでもいるよ、ここに。お風呂に入りたいです。お風呂。いいよ、いいよ。じゃんじゃん入って。はい、お風呂セット。それじゃあ、一風呂浴びてきます。いってらっしゃい。みんな歌うんやね。こういうのって思うんやけどさ、家の外まで聞こえとったりとかせんかな。昔はそんなの全然気にせずにすげえ大音量で歌いよったけどさ。これは演歌ぽいね、ぽいね。やっぱりしました。お、よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で何がいい？マラカスしか持ってないんか。それじゃあルームランナーでも。ほい、道具、ルームランナーをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。マッチ、旅人と話をするのが楽しみなんです。まあね、なんか、いろんな経験してきとるやけ、いろんな経験してきとるやろうけんね。冒険の話とか、絶対楽しいやん。また今度私もいろいろ聞きたいわ。ね、旅人が、住人の部屋にまで来るっていうのが分かったけんね。お、すごく美味しかった。よかったよかった。うな重を抜いてフライドポテトが1位ってどんなんだ？すごいな。お、走ってる走ってる。お風呂から出たばっかりなのに。また汗かくよ。でも正直この時期ってさ、お風呂から出て、髪乾かしよる間にまた汗かくっていうね。ほい、まどのんちゃん入るよ。どうもどうも。忘れないで。そうだよ。自分よりも大切な人も5人言えますか？自分よりも大切な人を5人。誰だ？とりあえず家族として3人。自分より大切、まあ、親友とかその辺も入るんかな。うん、まあじゃあ。簡単さとは言えんな。3人ぐらい。やっと、筋が入ってますよね。
え、うん、きっと入ってる。口出し慣れてると禁止部屋に入ると夢も見てることがあるかもしれません。あ、私さっき夢の中行ってきた。むーちゃんの夢の中行ってきたよ。なんか知らんけどハムスターセットゲットした。どう、美味しい？この時期のそうめんっていいよね。まあまあ美味しかったようです。ずるずるずるーっと、なんか夏の昼間はそうめんって感じがする。なんとなく。ひめかちゃん入るよ。いつ見ても豪華な部屋だな。ね。あゆなのそっくりさんでしたっけ？そうです。いかにも私が。お、お腹すいた？トリュフでもどうぞ。なんか普段から食べてそうやん。ね。どう？美味しい？すごく美味しかったようです。おー、よかったよかった。やっぱり好物なんだね。実は怖がり。やけんこういう風になんかいろいろ着飾ったりとかしよるってこと？なんでそういう姿勢になるんやろ。何を見てるんだろう。あ、すげえな、あれ。何、ダイヤ？めっちゃ周り光り輝いとるけど、電気の代わりとかじゃないよね。豪華すぎるやろ。二人は落ち着いた？いやー、燃えたぎっているね。じゃ、ライチちゃん入るよ。ライチちゃんは、お友達を求めとるんよね、普通に。Good morning! それよ、それそれ。そうか、ライチちゃんは、なっちゃんの親友、仲直りさせてあげて。お、あの状態の二人を取り持つことができるの？さすがライチちゃん。二人の怒り半端ないよ。おお、やべえ、なんか投げたよ。何、どうなるの？ほら、仲直りを。おお。お。ええー。ダメだー。ライチちゃんの力でどうにかなるのかと思ってたのに。おい、二人。おい、二人。ライチちゃん。頑張ったよ、頑張ったよ。そんなこともあるさ。仲直りさせることできんかったね。まだもうちょっと時間がね。必要ないよ、きっと。お、いいね、いいね。じゃんじゃん遊びに行っといで。ね、今ちょっともやっとる気分やろうけんさ。もうじゃんじゃん気分転換に行っておいで。ん？二人は？なんだ？仲直りしなかったのになんか気分直ってんですけど。どういうことですか？結局あの後、まあ、でも一回ああいう場を作ったことによって、気持ちがちょっとは穏やかになったということなのかな？ね、なんか考え直すきっかけにはなったんかもしれんね。ほい、それじゃあどうしようかな。おー、びっくりした。お、なんかいっぱい集まっとった。アイナとネムちゃんとリカちゃん。微妙にみんなずれとるっていうね。ほい、それじゃあ、一軒家をちょっと覗きに行ってみようか。アスムとユニポンちゃん。お、寝てる、寝てはないのか。目開いてるな。すごい、おとなしいね。ちっちゃいのに泣かない。ん？ここは？二人揃って何かを読んでるの？片方は本ってわかるんやけどさ、せつなさん。さきちゃんは？あれ本なの？なんかゲームみたいにも見えるけど。みんな思い思いの時間を過ごしてるわけね。てか、アスムはどこへ行った？アスムは。マンション？ヨシハルくんとこ出かけて行っとるやん。ほい、それじゃあシリカちゃん入るよ。みんなでなんで跳ねまくってんの？どうしたの？テンション高いよ。うん。どうした？また友達を紹介したいのですが。
ふん。あやなも紹介するのはどうでしょうか。あやかちゃん、いいんじゃない、いいじゃない。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか。ね、趣味、世間話かな。わかりました。では二人を呼んでいきます。うんうん、見知らぬ人に趣味語られてもあれやしね。どうどう、太陽みたいな時計やねん。てか、時計本体の部分ちっちゃくね？周りの方がすげえでかい感じが。ねえ、あの部分は針とかかと思ったら全然違うんやね。ん？何？世間話でハテナ、なんか理解できてないよ、マサオさん。ああ、気が合わない。まだ友達にはなりませんでした。まあまだこれからだ。世間話で気が合わないとかあるのか。まああるか。お、よかったよかった。ん？この部屋前まで気に入ってなかったの？シュリカちゃんもともとこの部屋じゃなかったっけ？ね。はい、それじゃあ、レバーでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？美味しい？あまり美味しくなかったか。私も好きじゃないよ、レバー。じゃあ、やるなっていうね。ほい、それじゃあ、りんちゃん。入るよ。ん？家の方におらんと思ったら、二人揃ってこっちにおるんや。そうです。姉と友達になりたいです。姉ちゃん。いいやいいや、紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？じゃあ、面白い話。面白い話は面白いんやけん大丈夫よ。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。滑った時点でもうそれは面白い話じゃないからな。さあ、どうだ。さあ、そこで爆笑。おう、ダメだった。面白い話なのに。これからに期待やね。アスルと合わなかった日はちょっと物足りないです。マジで？でも最近ね、子供ができたけんちょっとあんまり遊びにも行けんなっとんかな。あ、でもさっき吉春くんの部屋行っとったんやっけ。遊びに行ってるじゃねえか。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。ほいほい、お願いします。お、みゆちゃん誕生日おめでとう。あゆなしのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。おお、みんな集まってくれとる。後ろの二人はなんかコスプレだけど。いいねいいね、個性豊かだよ。イエーイ、おめでとう。おめでとう。パチ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 。ありがとう。ふぅ。ふぅ。マジのみーに聞きました。今日のみーやさんは輝いてる。輝いてるよ。誕生日って楽しいですね。ねえ、プレゼントももらえるし、おめでとうって言ってもらえるし。マジのみーニュース。DG がお伝えしました。ありがとうございます。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってね。ジャンプ、いいな、あんな風にジャンプしながら入れたいね。今日は 27,100 円集まりました。ほい、オッケー、ありがとう。そして朝市開催中。おいしいプロテインなの。お、プロテインじゃないか。いいねいいね、ムキムキよ。レイさん。一流シェフ。結構高いね。でも確かにプロテインってね、高いよね。ほい、買う。もう缶に描かれとる絵もムキムキやったやん。そして浜辺には？おう、黄昏れている。なんかよくこうやって海見よる人おるけど、
何を思いよんやろうね。なんかマーメイドの服着とるし、そのまま泳いでどこかへ行ってしまいそうな。こうやってじーっとメリーゴーランドを眺めおるのって一体なんなんやろ。馬が好きなんかな。そういうことではない。お、寝てる。ん？さっきの後ろ姿は？ライチちゃんかな？髪色的に。いやでもあの髪色はまだいっぱいいるか。ん？近寄ってきたか？お、足音が止まった。もうあれやね。もうそろそろ、セミの鳴き声は聞かんなったね。うん、そういえばいつの間にかセミの鳴き声全然聞かんなったや。お、黒影さん入るよ。ラブラブだな。わしたちに興味なくなったんですか？あゆなのそっくりさん。全然そんなことはないよ。安心して。お、なんか興味なくなったんですかっていう人ってみんなその後にお腹空いたっていうね。いただきます。ほいほい。おいしい？お、みんな結構レバーは嫌いなのかな。積もって綿あめみたいで美味しそうですね。ねえ、てか雲に乗りたい。キントーン的な感じで乗り回したい。でも思うけどさ、キントーンってスピード速くない？あんなスピードで、しかも上に立って乗っとんよ。いやー、ないわ。バランス感覚半端ないわ。ね。お、二人して。もう、シュッ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 。リズミカルにつけるね。入るよ。ルンルン。ルンルン気分でお化粧やね。ムカすいた？それじゃあ、なんかココアちゃんさ、化粧せん方が目パッチリしとる気がするけど。ね。どうぞどうぞ。お、結構美味しかったようです。お、レベルアップ。なんかさ、小学生ぐらいの時ってさ、なんか友達とかみんなで集まっておしゃれしたりとかなんかいろいろしよったよね。さすがに中高とかそんなになってきたら勝手に一人でおしゃれするけど。ぜひぜひ私にくれるみたいな感じで風邪薬を与えてあげてよ。ね、道中風邪薬とかも手に入らんかったかもしれんし。え、化粧した結果二人でゲームをするの？てかさっきおったのってなっちゃんじゃなかったことない？ね。ほい、じゃむーちゃん。むーちゃん、今度は悩み事？さっきまで寝てたのに。こんにちは。こんにちは。お使い捨てカメラが欲しいです。お、なんか撮ってきてくれる？それじゃあね、ぜひぜひ住人の人たちを撮ってきていただきたい。ほい、使い捨てカメラ。どんな写真を撮ってきて欲しいですか？住人のみんなの写真。わかりました。ちょっと持ってきます。いってらっしゃい。いい写真期待しとるよ。こんなのが撮れました。どれどれ？おー、いいねいいね。決定的瞬間やん。あ、遠くの方になんか嬉しそうな今ピーちゃんが。黒影さんもおるし。これは何の魚なんやろ。いいね。タイトルは生まれたての希望です。生まれたての希望、なんか素敵。なんかわからんけど素敵。ちょっと自信あったんですの。うんうんうん、いいと思う。もう会えないより全然いいと思うよ。あれはあれで私好きやったけどね。お、実用品 AR カメラをもらいました。カメラをあげてカメラをもらう。本も買ったんですが、面白くなかったので、あやかにあげました。マジで？どんな本やったん？
面白くない本ってもらいたくないよ、なんか。でもなんか、あやかちゃん嬉しそうやけんいいかな。ねえ、ルンルン気分みたいやし。あやかちゃんにとっては面白かったんかもしれん。ほい、それじゃあ。ワームさん入るよ。どうもどうも。全然、興味ありありよ。新しい帽子、そこの壁にかかっとるけど。もっと別の？キャスケット、自転車ヘルメット、シャンプーハット。キャスケット、これ絶対似合うやろ。ほい、あげる。どうよ。こういうのはよくさ、なんか外国の少年とかがかぶっとるイメージ。ね。なんかあの、世界名作劇場みたいなのの主人公とかもよくかぶってない？ほい、体重計あげる。道具、体重計をプレゼントしました。きっと暑さに負けず元気なはず。そう思っとく。ほい、それじゃあ、いくらでもどうぞ。朝からイクラとか贅沢。ね。いいな、いいな。北海道とかやったらこっちよりはやっぱりイクラとか安いんかな。羨ましい。こっちもなんか瀬戸内海とかあるけんさ、魚とかはまあ安いんかもしれんけど、イクラそんなに安いと思ったことないんよね。びっくりしとる姉ちゃん。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。二人はずっとゲームしてるな。ね、飽きもせずに。